できるだけ手に負担をかけないフランス式裏編みのコツを解説します。負担をかけないというのは自然な可動域を超えて手首を回さない、筋を曲げすぎたり伸ばしすぎたりしないという意味です。最終的にはこのようにスムーズに編めるようになることが目標ですが、いきなりこれを見て真似しろと言われても難しいので、8つの動作に分割して説明します。まず前提として、 編み物をするときは手の力を抜いて楽に構えましょう。それではステップ1。右手人差し指を使って、針先をループ手前の糸に引っ掛けます。針を入れるというイメージではなく、この段階ではわずかに引っ掛ければ OK です。ステップ2。左手を外側に回します。 手首が縦になるところまで回せば OK です。手を回したことで糸が引っ張られるので、右手の親指、人差し指、中指を離しても、針が抜け落ちてしまうことはありません。ステップ3、親指の先をループの糸に当てます。指の腹で押さえに行くと筋が伸びるので、関節は柔らかく曲げて、指先を当てるようにしましょう。ステップ4、 右手を回します。この時手を握り込んで中指の第一関節あたりを針に当てるようにします。そこからさらにもう少し手を回し手のひらが若干見えるくらいの角度にすると針が向こう側へ傾いて次のステップで糸をかけやすくなります。ステップ5左手を内側に回します。この時 糸を針先に当てるようにします。ステップ6。右手を回して、針先をループの向こう側へ出します。ここが一番難しいところです。回転に合わせて、握り込んでいた中指はやや伸ばし気味になります。親指と中指が支点となって針を動かすというイメージです。 ステップ7。針先が向こう側へ抜けたら、左手を縦位置まで回します。ステップ8。右針をスライドさせて網目を寄せます。この時、人差し指を針先に当てて、針を支えるようにします。こうすると手首の角度がまっすぐになります。最後に左針から網目を抜いて完了です。 一連の流れを続けてやってみましょうきれいに編むコツは ステップエイトでしっかり編み目を寄せることです。ここで綺麗に寄せ切れていないとシンカーループが長くなり隙間が開く原因になります。ただし最初のうちは綺麗に編もうとか、 早く編もうなどと考える必要はありません。重要なのは怪我をしないことです。一つ一つの動作をゆっくりこなして、筋や関節に大きな負荷がかかっていないことを確認しながら編みましょう。疲れを感じたらすぐに休憩して手を休めてください。 ある程度慣れてきたら、右手と左手をほぼ同時に動かすことで、8つのステップを4ステップにまとめることができます。徐々に動きをシームレスにつなげていき、最終的にステップを意識することなく編めるようになればマスターしたと言えるでしょう。 以上、できるだけ手に負担をかけないフランス式裏編みのコツでした。実は裏編みのやり方には結構個人差があって、針から指を離さずホールドし続けるスタイルもあります。例えば人差し指を針先の方に置いてバランスを取ったり、あるいは親指を先の方に置いて動きを制御するといった感じです。そうしたやり方でも自分に合っていれば全く問題ありません。 私の場合は同じ形で持ち続けると、どこかしら筋が疲れる感じがするので、緩く持つスタイルに落ち着いています。参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。